まだか。なにもうすぐでさ。あ、しかし本当にお探しのものがあんなところにあるんすかね。あっしにはどう考えても。余計なことは口にするな。あるかないか、それは俺が確かめることだ。俺はアーネスト・エヴァンス。ステイツじゃ少々名の知れたトレジャーハンターだ。ここメキシコの南部に千年の時を経たコアトリクエの像があると判明したのが2週間前。旦那、着きやしたぜ。ネクロノミコン、それは8世紀に記された忌むべき古文書の名であり、俺のような冒険家の血を熱くする伝説の禁書。他人の依頼は受けない主義の俺がペルーまで足を伸ばしたのは、そいつを自分の目で見たいといった探求心が俺の心を突き動かしたからだ。だがそれだけじゃ理由として不十分だろう。
依頼者が大統領、クーリッジという保守派を代表する男だとは、果たして古の文書には何が記されているのか。高鳴る思いを抑えるには、この服用機はあまりに遅く飛んでいた。シム吊り橋を渡り、俺は風の神の神殿へと向かっていた。ペルーの太陽はその強烈な日差しを直に浴びせかけ、容赦なく俺の肌を焼いている。しかしその中にあってなお、風の神殿には不気味な闇がつきまとう。暗黒が毒蛇のように鎌首をもたげていた。
おい、大丈夫か？しっかりしろ。あなたは？そうだ、神官は？心配しないでいい。あいつは俺が倒した。この部屋に古い本があると思うんだが、知らないか？お探しのものはこれですか？何？お初にお目にかかります。私はジークフリート・ミュンヒハウゼン。あなたもネクロノミコンを探していたようですね。しかしこれは私の主アル・カポネ様が手に入れんとしていたもの。申し訳ありませんが、この文書頂戴していきます。カポネだと？やつめ、
何を企んでいる。あいにく何も知らされておりませんので。おった。横島なる異形の古文書、カポネ様もご満足いくことでしょう。参ったな、あと一歩というところで。あ、そういえばまだ名前を知らなかったな。俺はアーネスト・エヴァンス。君は？アネット、アネットです。私は巫女なんです。外の世界で解放されたネクノロミコンの力を自分の命で封印するための。アネットはそう言うと大粒の涙をこぼし、そして疲れて眠るまで泣き続けていた。こんな時にかける言葉も知らずに、どうして俺はステイツで一番の冒険家などと言えるだろう。俺はこの少女のためにもジークを追いヨーロッパへ向かうことにした。今回の事件はわからないことだらけだ。しかし一つだけはっきりしていることがある。俺はカポネのファミリーを潰す。なぜならあいつは俺を敵に回したからだ。どうかなさったのですか？アーネストさん、見とれてないで早く逃げないと。アネット、ヨーロッパじゃ紳士は女性に親切にするもんなんだよ。ご心配なく、マドモアゼ。でも怪我をなさってるわ。もう。いや、お構いな。
あれが手に入りましたか。我がファミリーを甘く見るな。言った通りだろう。いやいや、私は最初から信頼しておりましたよ。まあいい。しかし、ついに我が手にヨーロッパを握る日が来たか。感慨深くもあるな。ハーケンクロイツにこのネクロノミコンをちらつかせれば、それも簡単なことかと。霧と森のヨーロッパには我が野望を叶える悪魔が潜んでいるからな。ウルリヒはこの世に邪神を蘇らせようとしていると驚くべき事実をもってジークは俺たちの前に現れた。こんな馬鹿げた話には付き合いきれない。もし彼らの計画をぶち壊すのを手伝うなら、脱出に手を貸すという申し出にはさすがの俺も呆れ果てていた。カポネさんはどうするんですか？ああ、彼ですか。恩義は感じていますが、人類を破滅させるなどという強行に手を貸す必要はありませんよ。面白いやつだな。 OK だ。うまく逃げ延びられたら俺の別荘で落ち合う。場所は俺とアネットはゴビ砂漠まで束の間の飛行機旅行を味わっていた。それもカポネの部下の監視付きで。ジークは俺たちを逃がすときにド派手な時間稼ぎを行って逃げ損なったらしい。いずれにせよネクロノミコンに関する秘密を知っているらしいジークを見捨てることはできなかった。謎の多いやつだが、今のあいつは敵じゃない。少なくとも今回はヤツやアネットのような特殊な力を持つ人間が鍵を握っているらしい。
ネストさん、ここ。そのようだな。俺は黄土色に変色した石板を抱え起こし、表面にこびりついた埃を払う。そこには古ぼけた、しかし凄まじいまでの存在感と圧倒的な禍々しさを秘めたメダルがあった。取るぞアネット、離れているんだ。気をつけてくださいね。危ないぞアネット。やめるんだアネット。アネット、おい大丈夫か。私、何があったんです。え、どうしてメダルが。エルダーサインを手にした時の記憶はアネットから消えてしまっている。今の段階ではアネットの巫女としての資質がその怪異を及ぼしたとしか考えられない。当のエルダーサインは俺が触ろうとするたびに電撃を発する。選ばれた者以外は触れることすら許さぬメダルというわけなのか。この石板は、ん？風？風を意味する文字が刻まれている。暗い上に細かすぎてよく読めないが、何かの呪文のような気がする。とにかく奴らはエルダーサインを欲しがっている。俺は奴らにこいつを届けてジークの身柄を受け取ってくるが、石板の解読は。そうだアネット、君に頼みがある。はい。エルダーサインを渡し、無事ジークを取り返した俺だったが、暗く冷たい海に飛び込む羽目となった。ご丁寧なことにカポネのやつはマシンガンというご馳走を用意していたのだ。古代王国の宝冠にかけられた呪いや眠れる姫のキスで命を落とすのならば本望だが、銃弾を食らって死ぬなんてロマンのかけらもない。無事脱出した俺たちはジークの言葉に従い、奴らの鼻を明かすべくカポネの隠れ家へと向かうことにした。世界一の冒険家を敵に回したカポネに後悔の意味を教えるのもまた面白い。カポネが世界各地に構える多くの別荘のうち、決して知られていないものがある。南米のその別荘には人目を忍ぶ必要がある書類が隠されているのだ。税務局。カポネを封じられる法組織の出動を要請するには彼らが動けるような証拠が必要だろう。熱い風が体を包む。俺はまたメキシコの熱い大地を踏もうとしていた。
カポネ逮捕。アメリカ中の新聞がこの記事でトップを飾っていた。思惑通りカポネはアメリカで事態の対処に追われることとなる。アネット、頼んでいた石板の方はどうだった？ええ、石板には風の邪神、ハスター召喚の呪文と。召喚の呪文と何です？ハスターを異空間に封印する呪文について書かれていました。やりましたね。アネット、その呪文は？ええ、もちろん覚えてきました。俺たちはジークの提案でイカダを用意し、川沿いに神殿を目指したのだが、私だってこの川は地図でしか知りませんでしたからね。冒険なんて終わってみなければわからないものです。黙ってろ、舌を噛むぞ。なあなあ、まったく、殺す気か。運が良ければたどり着けます。覚悟はいいな。うん。
終わったのかしら。まさか、仮にも邪神と呼ばれるハスターですよ。そんな簡単には。信じるんだアネット。君は俺たちにさえ計り知れない力を持っているはずだ。あなたしかできないんですよ。私やります。お家コモバモリトゥムベノパゴザミルテオイエコモバモリトゥムベノパゴザミルテ。行け、星の狭間へ帰れ。点が崩れていく。やりましたね。ハスターは完全に封印されましたよ。邪神ハスター核滅びぬか。ネクロノミコンは これでみんな終わったのね。ジークさん、どこ行っちまったんだ。そんな、今まで一緒にいたのに。アーネストさん、今までどうもありがとうございました。おかげで巫女としての務めを果たすことができました。行くあてはあるのか。ありませんけど、これ以上アーネストさんには
実は助手兼有能な家政婦を募集中なんだ。もちろん経験者優遇。え？でもいいんですか？アネット、君さえよければ。俺は根っから家事が苦手でね、卵一つ満足に割れないんだぜ。確かにどう見ても器用そうには見えないですね。え？わかりました。これからもよろしくお願いします、アーネストさん。あ、それじゃあ行くとするか。はい、そうだ。明日の朝食アーネストのやつめまあいい、おかげで使えそうな小娘を見つけたわ。強大な力、ネクロノミコン。アメリカには必要がないものだ。今もいずれ訪れる戦乱の中にあってさえも。新たなる旅立ちの日には昨日までの思い出を断ち切ってしまうのさ。それが冒険者ってもんだ。できるかい？